俺は音柱うずい天元。今日はとある鬼殺隊士にイケてる男のトークテク5選を派手に叩き込んでやる。昨日俺の元に一通の手紙が届いた。差出人は不明だ。その手紙によると3人の鬼殺隊士が長屋敷の女たちに好き勝手な振る舞いをしている。だからなんとかうずい様の指導で改心させてほしいとのことだ。女を大事に扱えねえってのは黙って見過ごすわけにはいかねえな。あいつら遊郭の潜入で少しは女心が分かったかと思っていたが、こりゃ芯から鍛え直してしかねえな。スミコ、ゼンコ、イノコ、集合だ。さっさとしろ。こんばんは、うずいさん。任務ですか？どうも。あ、おっさん、祭りの誘いか。今日は任務じゃない、お前たちの指導だ。正しい女の扱い方、すなわち俺みたいにモテる男になるにはどうすればいいか教えてやる。失礼ですが、何のためにですか？鬼狩りに必要な知識なのでしょうか？何？マジで？やるやる、最高じゃん。つべこべ言わずやろうよ、炭治郎。なんだ、そんなことなら俺はいらん。帰る。こらこらこら、勝手にあちこち行くんじゃねえよ。お前らに拒否権はない。これはあるお方からの依頼だからな。黙って言うことを聞け。善逸がノリノリなのは予想通りだが、問題はあのイノシシなんだよな。わかりました。聞き分け良すぎか。まあいい。伊之助、これは将来役に立つ大事なことなんだぞ。宇髄さんに言われた通り指導してもらおう。いやだ、そんなもんつまんねえからな。おい、お前ふざけんなよ。禰豆子ちゃんとの未来がかかってんだぞ。お前のせいで禰豆子ちゃんと結婚できなかったら恨むからな、呪うからな、天ぷら一生食えない呪いかけてやるからな。お、その手があったか。善逸、落ち着いて。そうだな、指導の最後に試験をするが、その結果次第では豪華景品付きにしてやらんこともない。うちの嫁3人が作る天ぷらは絶品なんだよな。いいの、それ食わせろ。早く試験受けさせろ。禰豆子ちゃんと豪華商品。よし、頑張ろう、みんな。ちょろいもんだぜ。癖が強い柱の誰かさんに比べれば可愛いもんだな。よしよし、それじゃあ始めるとするか。じゃあ早速だが、お前たちは女の扱いには自信があるか？女の子と限定されたらよくわからないですけど、みんなに優しく話をしっかり聞いてあげることだけは気をつけてます。ない、あったら苦労してない。男も女も関係ねえな。やっぱりか。かまどはいいにしろ、問題はやっぱりこの二人だな。よし、じゃあ派手に問題を出すから答えてみやがれ。問題1、イノシシに質問だ。お前は目の前にいる女を何と呼ぶ？おい、お前、それ以外ないだろ。アホ、それは絶対やめろ。まず、お前って呼び方は一番女が嫌がる。名前で呼ぶのがベストだが、まあその子にあだ名なんかがあるならそれでもいいな。とにかく女を呼ぶときに上から目線はご法度だ。さらに女は言葉遣いが汚いやつは嫌いだ。俺みたいにイケてる男なら多少汚くても許されるが、見た目も悪いお前たちみたいなやつが口も悪かったら最悪だろ。あれ、なんか俺たちさらっと侮辱されてない？ねえ、そうだよね、ねえ。そうだぞ、伊之助。女の子には優しくしないとご飯もらえなくなっちゃうぞ。あれ、炭治郎、そうだぞってどこに同調した？見た目が悪いのくだりですか？炭治郎、実はそんな風に思ってたの？こわ、炭治郎、こわ。名前で呼んだらご飯もらえるのか？もちろん。まあ間違っちゃいないが、少しずれてるんだよな、かまど。まあいい、細かいことを気にしてたら進まねえな。よし、じゃあ次は善逸に答えてもらうぜ。問題2、どうしても好きなやつがいたらお前はどうする？そりゃ全力アプローチ、押してダメなら泣き落とし作戦だな。ああ、そんなこともあったな、懐かしいな。お前キモいな。冗談じゃねえのか。お前キモいな。キモいキモいってなんだよ、このイノシシ野郎。少し黙れ、アホども。さっきかまどがさらっと話をしっかり聞いてあげるって言ってたのを覚えてるか？それが正解だ。善逸、お前のそれは相手の気持ちなんかぶん投げて自分勝手に気持ちを押し付けているだけだ。
女は基本的に話すことが好きなんだ。逆に話しすぎる男は嫌われる。どういうことかわかるか？全然わかんねえよ。もっとちゃんと説明しろよ。派手にうるせえな。アホでもわかるように説明すると、女との会話はなるべく聞き役をやれということだ。話すなってわけじゃない。話をしっかり聞いてくれる人ってだけで女の中では一目置かれるぞ。え、そうなの？それもっと早く教えろよな。いちいち生意気な。じゃあ次はかまど。問題3。女との会話の最中になんて答えようか迷ってしまった場合、お前ならどうする？そうだな、俺なら話を変えるな。正解だろ。ハズレだ。聞き役になればいいんだろ。じゃあ答えは答えずに、ただ見つめてうなずいて聞いてる、これだろ。ハズレだ。俺なら考えながら言われた言葉をそのまま繰り返してしまうかな。お、正解。さすがかまど。あ？あ？待って待って待って、全然納得いかないんですけど。さっと言ってること違くないですか？聞き役なんでしょ。そうだ、おっさん。鳥の真似なんてして正解ってどういうことだ。まあ聞け。会話はリズムが大事なんだ。会話の最中に話を変えたり黙ったりするとリズムが崩れちまう。そのリズムを崩さずに間を持たせてくれるのが秘技、オウム返しなんだよ。わかったか？どこぞの水柱さんはこれが全くできないからモテないし、会話のリズムが悪いんだよなって言いたいけどやめとくか。なんとなくわかった。俺は完璧だ、山の王だからな。はい、大丈夫です。よし、そんじゃ最後の問題は全員で考えてみろよ。問題4。どんな女でも派手に心を打ち抜く必殺技とは？天ぷらを食わせる。求婚する。七の方、しずく波紋好き曲ですか？かまど、本気で言ってんのか？一番まともだと思ってたのは、とんだ勘違いみてえだな。そんなら俺の一の牙、うがち抜きだって負けてねえぞ。俺不利じゃん、インコしか使えないんだからさ。ひどいよ、炭治郎。そういうつもりじゃなかったんだ。ごめんな、善逸。ん？何の話でしたっけ、うずいさん。もういい、勝手にやってくれ。俺はこいつらのピアサにめまいがしてきたぜ。ああ、俺が悪かった。必殺技とか言ったからだ。おい、女子の心を派手に打ち抜く方法、早く教えろ。そうだ、天ぷらよこせ。こらこら、二人ともうずいさんに失礼だぞ。なんだなんだ、急に戻ってきたぞ。ずれる時も戻る時もすげえ連携だ、こいつら。はあ、怒る気にならねえな。そうだったな。女の心を打ち抜くための方法は褒めることだ。ただ適当に褒めたり嘘なんてのはもってのほかだ。しっかり相手を見ていいところを見つけて褒めてあげる。人は褒められて嫌な気分にはならないだろ。特に異性に褒められると嬉しい気持ちになるんだよな。そこから恋心が芽生える。俺も常日頃3人の嫁たちを派手に褒めちぎってるぜ。ま、これがうずい家の夫婦円満の秘訣でもある。わかったか？はい、わかりました。よっしゃ、これで終わりか、天ぷらか。俺なんかできそうな気がしてきた。ただのチャラ柱じゃなかったんだ。チャラ柱は余計だ、アホ。なんか熱く語っちまったな。でもまあ伝わったみたいだな。さあ最終試験だ。指導の成果を見せやがれ。不合格は派手に切っちまうからな。それからそれから。カナオ久しぶり。うずいさんからの試験でカナオを褒める試験なんだ。協力してくれるか？ねずこちゃん、結婚しよう。おい白い、おっさんちで天ぷら食えるんだってよ、一緒に行くか。これが師範が言っていた音柱様の最終試験。何が始まるんですか？はあ、切るか。こうして俺の任務は幕を閉じた。え、派手に失敗じゃないかって？なんていうか、あいつらにはまだ早かったんだな。うん、さあ気を取り直して女に嫌われない接し方を最後にもう一度確認だ。
これさえできれば俺みたいな派手ないい男になれるぜ。それにしても俺に手紙を送ってきたのは一体誰だったんだ。試験の相手まで指定されてたんだよな。じゃ、また困った時は呼んでくれ。